令和元年12月16日、第13回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストで最優秀金賞に輝いた阿蘇中央高校の生徒たちが、阿蘇市役所を訪れて市長に金賞受賞を報告しました。佐藤阿蘇市長に最優秀金賞受賞を報告したのは、県立阿蘇中央高校農業食品科1年生の代表3人です。11月30日、米どころの山形県庄内町で開催された第13回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストの高校生部門に、農業食品科1年生20人が丹精込めて栽培したミルキークイーン、コシヒカリなど4種類の米を出品。このうちミルキークイーンが最優秀金賞に輝きました。佐藤市長から栽培で一番苦労したことはと聞かれると、田植えした後の草取りが一番苦労したなどと話していました。阿蘇中央高校ではお米コンテストにこれまでも出品しましたが、金賞に輝いたのは今回が初めてということです。火山灰とかが降って手入れとかが大変だった分、すごく嬉しかったです。この日は第21回米食味分析鑑定コンクール国際大会の都道府県代表お米選手権部門で特別優秀賞を受賞した中山北斗さん、それに第13回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストのプレミア部門で優秀金賞を受賞した小柳秀隆さんも、高校生と一緒に阿蘇市役所を訪れて佐藤市長に受賞を報告しました。